プロの料理人の技を伝授。今回は煎り酒が主役のメニューです。やってきたところは上越市板倉区に店舗を構える割烹蒲田。高級感のあるお店です。もう本格的な春はあと少しというところで、春が待ち遠しいなと思うんですけれども、こんな時期におすすめのお酒って何かありますか？特別なお酒があります。何でしょう？こちらになります、はい、純米吟醸室賀原酒です。吉野川純米吟醸室賀原酒、とてもフルーティーな香りがするお酒なんです。力強さもあるんですけれども、フレッシュ感がとにかく強くて、こう室賀ならではのお米の旨味も感じられるお酒ですね、はい、間違いないですね。美味しいです。生でも食べられる糸魚川産の本ズワイガニを贅沢に炭火で焼きます。身がふっくらとしたら食べ頃だそうです。本当身がプルプルで、そして味が濃いですね。カニの美味しい。火を入れることで甘みも増してきますね、うん、合いますね。さあ、ここからは皆さんにプロの技を伝授します。煎り酒という調味料を使って海鮮カルパッチョを作りたいと思います。煎り酒どうして使うんですか？まあ、私も初めて味を見た時、やっぱりこの海鮮に合うんじゃないかと思って。レタス、玉ねぎ、プチトマト、さらに刻んだ大葉などの野菜をお皿の上に乗せていきます。この野菜の中で欠かせないものってありますか？大葉の千切り、もしくはみじん切りですね。分かります、ご主人。煎り酒には、まあ、梅酢が入ってますんで、この大葉とはとても相性がいい素材なんで。続いて海鮮はこってりと脂が乗っていない淡白な魚介を選びます。ドレッシングにはポン酢、そして日本古来の万能調味料煎り酒をかけます。主役なので量はたっぷり多めでお願いします。さらにオリーブオイル、塩コショウを振りかけて完成です。分量は全てお好みということです。すごくこう明るくて、こう春がぐっと近づくような一品になってますね。早速じゃあいただきます。どうぞ召し上がってください。白身魚の旨味も生かしながら煎り酒が入ることで、よりこう爽やかな香りがして非常に美味しいです。この室賀原酒、フレッシュ感もあって非常によく合いますね。合いますね。美味しいです。煎り酒を主役にしてカルパッチョを作ろうと思ったきっかけってあるんですか？まあ、いわゆる醤油代わりでもいただける調味料だと思いますので、はい、お刺身と煎り酒っていうのがこれだけ合うっていうのをちょっと多くの人に知ってほしいですね。知ってほしいですね、うん、ここでポイントのおさらいです、はい、メモのご用意をお願いします。わかりました。ここを守るべし3か条、その1、刻み大葉を入れるべし、その2、海鮮ネタはあっさり系にするべし、その3、カルパッチョのソースは煎り酒を主役にするべし。これらを守ってお家でプロの味を楽しんでみてください。はい、勉強になりました。